ボルスキドリブルで中に切り込んでシュート打つ、そしてこぼれたところを押し込んだ、神戸先制、田中純也のゴール、ポドルスキーの右足のシュート跳ね返りを押し込みました。田中純也リーグ戦ではこれが嬉しい移籍後の初ゴールになりました。神戸が早い時間帯に先制点です。1対0。札幌がね、今ポドルスキーが右足で持ったんでね、利き足じゃないんで、はい、これ打つと思わなかったんでしょうね。いいシュートでした。クソンユンも反応したんですが、こぼれ球狙っていました田中純也。